デフテックは、ハワイ育ちのシェント東京出身のミクロからなる日本のインディーズレゲエユニット。2001年結成。所属事務所はユーン・トック。デフ・テックの由来は、超かっこいいテクニックとテクニックをひけらかさないの二つの意味から来ている。名付け親は、ライズのボーカルジェシー。ちなみに、デフ・テックの他にも、太郎二郎という名も候補に上がっていた。 自らの音楽を、ジャワイアンレゲエという新しいジャンルとして位置づけている。横浜タイヤ DNAS ドライブの CM のタイアップと、春の選抜高校野球のダイジェスト番組、みんなの甲子園で流れた曲、マイウェイをきっかけに、ファーストアルバム、デフテックが160万枚を売り上げる、大ヒットを記録した。2006年11月には二人の不仲により解散の、 可能性があることが報じられる。しかし後日シェンの結婚パーティーにて、ミクロが舞台に立ち、デフテックは解散しないと発言した。2007年2月1日にユニバーサルミュージック内に、ミクロ自身のレーベル、プライマリーカラーレコードを立ち上げる。2007年3月24日に千葉、マリンスタジアムで開催された、パリーグ開幕戦、ロッテ対日本ハムで、ミクロが、 国家読書を行った。2007年9月に自らのホームページにて解散を発表。2010年6月3日に自らのホームページにて再結成を宣言。Deftech is Back Again の文字がホームページに浮かび上がった。2010年10月27日にフォースアルバム Mind Shift のリリースと同時に再結成。 再結成を宣言後、アルバム発売までの間は新曲を90秒間視聴することができ、日々曲数も増えていった。サンプル MP3 も無料でダウンロードすることができた。このプロモーション方法は24、7まで続いた。なお、デフテックは6月3日に再結成を宣言したが、これはあくまでも宣言に過ぎず、形式上の再結成は、 この10月27日である。このことは2010年の夏にサマーソニックに登場した際にミクロが語った。2020年11月21日に投稿された YouTube チャンネルザガーストテイクに出演。マイウェイをアレンジにて披露。2020年12月2日に投稿された YouTube チャンネルザガーストテイクに2度目の出演。Like, I do を披露。 ここでは単なる新曲と区別するため何かしらの方法で楽曲が発表されたのにもかかわらず次に発売されたアルバムに収録されなかった楽曲を記載する。なおデフテックは良い曲はどんどん発表して良くない曲はどんどん捨てると日頃から発言していることからここに記載される未収録楽曲が本人たちにとって CD 収録するほど良い曲であったかどうかは 断言できないため、必ずしも後に収録される曲とは限らない。ここでは、デフ・テックのワンマンライブと、デフ・テックが主体になって行われた合同ライブのみを記す。上記の通り、再結成後は、比較的小規模な会場が選ばれている傾向にある。ありがとうございます。